NMF ナチュラルモイスチャーファクターと言いますけど、この自然保湿因子といってね、この人間の肌にはこう空気中の水分をパッとこう磁石のように吸い付けて保湿をずっとこう維持させる力っていうのがあるんですね。このナチュラルモイスチャーファクターっていうのが赤ちゃんの時は 100% あるとしたら、20代から30代、40代、40、50、60代ガタンと落ちるんです。そのガタンと落ちた時にものすごく乾燥になったりトラブルがあったりとか、それで皮膚のなんていうかな、くすみが出てきたりとか、カチカチに固まってきたりとか、でその変化と同時にその時っていろんな環境で忙しいとか、子育て大変とか、介護で大変とか、もう家のローンが大変とか、もう仕事してる方だったらキャリアが上がっていって、もうそんなストレスでいっぱいいっぱいで自分のことなんか後回しみたいなね、そんなことが起こるんで、そこで何が起こるかって美意識の低下がガーンと落ちるんですよ。